はい、こんにちは、まめと申します。夢巫女子守歌実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということでね、誰が狐で誰が轟さんこいつほんと怪しいなということなんですが、誰から行きましょうかね。私はテレサと申します。どうぞ短い期間ですが お見知りおきを。今は盗賊役すカミマドゥル。今は盗賊役ですが、普段はとあるお方の護衛をしております。あれですね、あのかぐや姫さんの確か護衛の方かな。準備は整いましたか？こちらはいつでも OK です。ということで、じゃあテレサさんと行きますか。行きましょう。あ、待って、青色のやつ調べたかった。盗賊の素質があると言われた私の力を存分に発揮させていただきます。頑張ってついてきてくださいね。テレサが加わった。あ、見れるんだ太郎、すごいなんか日本人っぽい名前。太郎、見ていきましょう。小学生10歳、男の子。遊ぶこと、いたずらが好きなこと、苦手なことは退屈。将来、あれ、苦手なこと退屈ってさ、とどろきさんもなんかそんなんじゃなかったっけ。将来の夢、プロスポーツ選手。いたずら好きなどこにでもいる少年。近所のお祭りの手伝いに行った時も、壺の中に入って同級生を脅かすような悪ガキと。いやー、元気な男の子、初代いいですね。初代一番最後にじゃあ連れていこうかな。マイケル。宇宙飛行士46歳、男性。好きなこと筋トレ、苦手なもの火星人将来の夢、宇宙でサッカーとか。なるほど、宇宙飛行士だもんね。気は優しくて力持ち、文武両道だが普段は武道に徹している。え、握力190キロってさ、ゴリラがなんぼだったっけ。ゴリラよりもすごいのかなとんでもないですね。ちょっと変わってるけどいい人ですね。笑顔はすごい良かったですもんね。ということで、マリンちゃん賢者、かわいい。中学生の作曲家、14歳の女の子。好きなこと作曲散歩、苦手なもの怖い人。将来の夢、祖父のような作曲家。心優しい元気な女の子。世界的に高名な作曲家の祖父を持つ。ピアノ歴10年。マリン・ジェンキンズ、夢を持った女の子っていいですね。もうマリンちゃんほんと可愛すぎるということで、テレサ盗賊。職業護衛、年齢は分かりません。性別女性。好きなこと修行、精神統一。苦手なものお酒。修行ってさ、ねえ、翡翠ちゃんと同じですね将来の夢、護衛を続けたい。それしょう、まあいいことですね。冷静に現実的なことを好む女性。護衛としての能力は高い。何よりも、確実性を重視すると。できる女性って感じですね。かっこいいですね。ご覧初任。あ、ご覧のスポンサー、これよく首狩り旅館で出てきますよね、この人確か。代表取締役56歳、男性。好きなこと宝石集め、苦手なもの唐辛子。あ、見て、もう一回見ます、ごめんなさい。将来の夢、世界一の会社。詳細あふれた大企業の社長。有能な人材を見るとスカウトする癖があると。はい、金持ちなおじさまです。仲良くしましょう。そしたらお金がね、ガッポガッポもらえるかもしれません。ということで、おっと、行きたいと思います。うわ、いっぱいいる。ちょっと待ってやばい、セーブし、あ、すごい、このメニュー画面もちゃんと美術館になってる、すごい。ということで、どれだろうね。近づいたら光るって言ってたから、とりあえず歩きも、あ、これか。よし、これが盗賊の作った絵みたいですね。奇妙な茨の描かれたおどろどろしい絵。どんな罠が待ち受けているのでしょうか。海賊ならではの罠があるかもしれませんね。どんなことが起きても冷静に対処することを心がけましょう。同意です。なんだかあなたとは気が合いそうです。最後まで油断せず行きましょう。いざ絵の世界へ。はい、海賊か、すごい、やばいんだけど、眠れる森の美女みたいな世界ですよ。
ここが海賊が作り、盗賊が作り出した茨の絵の世界。なんて足場が不安定な。何かにぶつかっただけで足を踏み外しそうですね。落ちたら最後、茨の中で生を終えることでしょう。4本ほど足場代わりのレールがありますが、ジャンプして向こうに飛び移れる自信はありますか？造作もないことでしょう。身のこなしだけは自信があります。あなたは？私も山での生活が長かったので、この程度の距離ならなんとか行けると思います。わかりました。レールが4本あるのもきっと意味があってのことです。敵戦ジャンプして飛び移りましょう。なるほど、盗賊ならではの身のこなしを必要とした世界ですね。他の職業の方が入れないようにしているのも理解できました。それじゃオーブ探し始めましょうか。移りたいレールの方向を向いて決定ボタンを押すとジャンプして飛び移ることができます。敵が出てきますので、ジャンプして、あ、避け続ければ OK って感じかな。 OK 牧場。気持ち悪いゴリラのような犬のようなものが去っていきましたが、あ、危ない危ない、あった。はい、あ、これです。オーブ見つけました。戻るまでが冒険です。気を抜かないで戻りましょう。はい、待って、ついていけばいいんじゃない、これ。急に後ろ向かない。あの、走らないようにしようね。うん、走らないようにしまーす。オーブまで来ました。すっごいやばいんだけど。真ん中のさ、奇妙な生き物、おじいちゃんみたいな顔したゴリラの足がやばいんだけど、プルプルしてんだけど。ということで、ここで一回セーブするか。なんか帰りの方がすごいなんか敵が多いので、歩いてこいだめーっていうことにね、なるので、一番下にいよう。一番下に行ってゆっくり進みながら、一番下に、オッケー、来ました、妖怪入れた、よかった。あー、すごいギミックですね。非常に危険なところでしたが、なんとかなりましたね。敵がいると焦りが出てくるものですね。私もまだまだです。この人は果たして陽子か轟さんか、今のところまるで分かりませんね。何か質問でもして様子を探りましょうか。テレサさん、少々お尋ねしても良いでしょうか。はい、何でしょう。何を聞こうか。なぜこの美術館にいたのですか。盗賊の役職だと聞いた時ショックを受けていましたよね。どんな方を護衛しているのですか。全部聞きたいところだな。全部聞き、お、びっくりした。ごめんなさいね、携帯が鳴りました。なぜこの美術館にいたのか聞いてみるか。はい、いや、どんな方を護衛しているのですか。かぐや姫さんですよね、多分。あ、もうどれも聞きたい。そうですね、本当はバラしてはいけないのですが、知ったところで手を出しようもないので打ち明けましょう。かぐや姫ってご存知ですか。かぐや姫、竹から生まれたというあの昔話に出てくるあのかぐや姫ですか。その通り、私が護衛してるのはそのかぐや姫なのです。けど昔話によると、かぐや姫は、最後月に帰ったはずじゃ。え、姫は今も月にいます。何を隠そう、私も月の住人なのですよ。今日は休暇をいただいたので、この青い星の文化を学ぶために美術館に寄ってみたというわけです。なるほど、いろいろ月の生活とかも聞いてみたいところです。後でゆっくり聞かせてくださいね。喜んで。やばい、何もヒントを得られなかった。違う質問をしとけばやっぱよかったですね、バカチン私の。でも多分違うと思うんだよな。次は商人さんでも行こうかな。はい、わしの名はゴラン。某巨大広告会社を経営しておる。ゴランのスポンサー社といえば、一度はテレビで耳にしたことがあるじゃろ。あの会社はわしが育てた。それはともかく、そろそろ行くのかね。じゃあゴランと一緒に、辛いかもしれませんが行きましょう。うむ、
世界の平和のためじゃ、わしも頑張ろう。ということでご覧が加わりました。セーブしてさあ行きましょう。ご覧のスポンサーはということで、どこが光ってるかな、どこどこどこ、あ、あたたたたた、よし、なんだろう、深海って感じかな。ずいぶんとファンタジーな絵じゃの。腰も心配だし、お手柔らかにお願いしたいところじゃ。できる限りサポートさせていただきます。肉体労働は若い者の仕事です。いざ絵の世界へ。はい、やばい、熱い、暗い、入れたい。めっちゃ綺麗、一番ほんとファンタジー。あ、曲も可愛い。なんとも変わった世界、何が起こるかまるでわかりませんね。おお、不思議不思議、まるで空の上のようじゃ。この年になってもまだ未知なるものへの追求心は衰えることを知らぬようで、血が騒いでおるぞ。さて、オーブ探しじゃったな。とりあえず歩いて現状把握をしようぞ。ポストが走ってるのが一瞬見えたんだけど。でもメルヘンですね、とっても。音符、これでも当たったらまずいのかな。あ、まずくない、まずくないですね。モアイはさすがにやばいかな。モアイ、まずくない、全然どれに当たっても大丈夫。かわいい、この世界なんだなんだ、とってもメルヘンチックなんだけど、いいですね。あ、でもなんかすごいループしてるね。あ、猫ちゃん。我が輩は猫である。まだ名はない。よくぞこの世界までたどり着いた。苦しゅうないぞ。そなたらの来た理由はよくわかっておる。応募を求めてきたのだろう。よろしい、ならば渡そう。その前に条件が一つある。証人らしい簡単な試験を受けてもらおうか。猫が喋っておる。なんと機械な。猫は喋る生き物なんですよ。知らなかったのですか。甘い、甘い、甘い、甘いとか言って食べるもんね。それで試練のことだが、証人は証人らしく目利きをしてもらおうか。目利き、その商品がいいものであるか見定めることですね。まあそんなところだ。ふむふむ、目利きなら多少自信はある。喜んでその試練を受けようではないか。して一体何を見ればいいのかね。ズバリお菓子である。お菓子じゃと。我が輩は空腹で今にも倒れてしまいそう、倒れそうで参っている。そこで、この世界にはお菓子が散らばっているので10個ほど捕まえてきてほしいのだ。ただし注意点が一つだけある。チョコレートのついたお菓子はアレルギーを起こすから我が輩は食べれん。それが何を意味するか分かってきたか？確か猫にチョコあげたらダメですもんね。なるほど。チョコレートのついていないお菓子だけを選別して集めればいいのですね。なんとも面倒な。だがアレルギーならば仕方ないな。お菓子は飛び回っているから、誤ってチョコレート菓子を捕まえてしまうこともあるだろう。なので2回までなら許して死んぜよう。ただし3回捕まえたらその時点で命の保証はないと思うがいい。わかりました。真剣に選別して捕まえようと思います。よろしく頼む。はい、ということで行きましょうか。お菓子探しですね。シュークリームはチョコが入ってないので、でも逃げますね。すごい逃げてるんだけど。はい、なんだっけ、グミ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 も OK ですね。あー、キノコタケノコの中にパンケーキがあるんだよな。ここで待ち構えてて、パンケーキが来た時にチョコレート取っちゃった。むむむ、こうも動かれては誤って捕まえてしまうのを、捕まえる前に、一度落ち着いて見つめ直した方が良さそうじゃ。今だしすっちゃべかー、ダメー。ちょっと後にしようかね。これはなんだろう、あと、あ、パンケーキがここにいますね。ジンジャークッキーが見えた。今ジンジャークッキーが見えたよ。あと飴だね、ここね。え、飴じゃないの。あ、ここにも飴ー。チョコレート、もうミスは許されません。二度あることは三度あるという気をつけて。いやー、これは絶対に取ってしまう気がするよね。こう歩いてたら勝手に。他はどこどこ、10個だったっけ、10個あるんだっけ。あ、あったあったあった、ゼリービーンズゼリービーンズゼリービーンズ、どこ行った。
ゼリービーンズちゃんはどこに行きましたか。あった、よし。あとはキノコタケノコ戦争のパンケーキちゃんですね。これはチョコレートか。あ、ぶちゃぶちゃい。待って、ベリービーゼリービーンズがここ斜めによぎっていったから、ここら辺に待機。あと1個ですね。ということはやっぱりあれだ、あのパンケーキだ。最後は一応セーブしとこう。ギリギリあと1個なんだが、ここで待ち構えとこう。あぶちゃぶちゃとんでもねえ声出した。これで10個集まりましたね。おー、やればできるもんじゃ。さっさと、さっきの猫ちゃんのところに持って行ってやろう。腹をすかしておくことでおるべき。ということで、あとは当たらずに猫ちゃんに。おー、集めてきたか、愉快愉快。早速いただこうか。むしゃむしゃ、お食事中。しばらくそのままでお待ちください。ということで、私もお水を飲もうかな。うん。あー、微妙じゃった。ふう、たらふく食べたの、我が輩は満足じゃ。それでは約束のものを。ほれ、これがオーブだ。ご苦労だったな。おー、まばゆい光。これがオーブか。値をつけたら1000万円はくだらない輝きじゃの。ぜひ、我が社の応接間にも置いておきたいくらいじゃ。さて、我が輩は眠るとしよう。猫は睡眠時間が長くてな。お前たちも元の世界に戻るといいだろう。まずい。このまま戻っては、ゴランさんについて何もヒントを得られず、戻ることになりそうですね。せめて何か質問を少しでも、ヒントを得なければ。腰の様子はいかがですか？このオーブが1000万円だと思う理由は、猫に名前を つけてあり、どれがヒントを得られそう？とりあえずじゃあ、このオーブがなぜ1000万以上だと思ったのか聞いてみようか。うむ、そもそも宝石とはおおよその色の、なんだろう、透明度で評価するものじゃ。濃い色でありながらこの透明度、しかも光の反射の仕方が芸術的とも言える、とても素晴らしい。持って帰って鑑定を頼んでみたいの。わしも宝石には目がなくて。宝石収集が好きなのですか？いかにも。ダイヤモンドにルビーにサファイアにトパーズ、お主の名前と同じ翡翠も集めておるの。いやー、宝石は実に素晴らしい。見つめてるだけで心が洗われるようじゃ。そうじゃ、この異変が解決したら、お主にも宝石を一つ分けてあげよう。ここまでサポートしてくれたお礼じゃ。お気持ちだけでありがとう。お気持ちだけでもありがとうございます。それではそろそろ戻りましょうか。あまり長いこと皆さんを待たせるわけにもいけませんしね。はい。皆さんどうですか？わかりましたか？私はまだまだわかりません。もう一人ぐらいいけるかな。じゃあなんだっけ行きたいと思います。マイケル、マイケル。おう、まさかマイケルの出番が来ましたか。マイケルと行きましょう。イエス、私の顔見せる時です。力だった私の顔ってなんて力だったよ。さあ、マイケルに力を思う存分発揮していただきましょう。どこだ、ありましたね。やばい、なんだろう、真っ赤なんだけど。マグマ地帯ですか？随分と暑そうないですね。私、暑いのは得意ではないので頑張ります。得意なので、できる限りサポートさせていただきます。お互い不足してる部分を補い合いましょう。いざ絵の世界へ。いざ進めやきち。暑そうなんともまあ暑苦しい世界。長いことこんなところにいたら脱水症状を起こしてしまいそうです。早くオーブを見つけて戻りましょう。イエス、賛成ね。ということでセーブしていきますか。いな、これさ、走ったら落ちるとかはないか。さすがにないか。でも、あ、普通にあるんだけど。でも絶対何かあるよね。お、これです。オーブを見つけました。こんな簡単に見つかるだなんて信じられません。何も仕掛けなしとは。日本語にこういう言葉があるの知ってますか？行きはよいよい、帰りはわっしょい。なんか違う。帰りはわっしょいわっしょいって楽しんじゃう？少し
謝りがありますが、言いたいことは分かりました。気を抜かずに行きましょう。何もないはずありませんものね。オーブを手に入れた。見えない何かが襲ってくる的な何かがあるのかな。走って。でもオーブを奪いし者よ、そなたの力をいざためさん。ですよね。背後に敵が。前には石、前には岩が。一体どうすれば。背後に敵がいるなら前に進むしかないですね。私が先頭で岩を押して、道を作ります。あなたはついてきてください。熱すぎる岩は触れそうにないので注意が必要ですね。了解した。セーブがあるっていうことは結構難しいんだろうな。熱い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 。こういうのね、苦手だけどね、頑張るよ、頑張るっちゃよ。へー、やばい。これつまないように頑張って。こういって熱いのがあるからこういって。あ、いける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 。クリアしました。よかった。すごい怪力をお持ちですね。日頃から鍛えられてるたくましい筋肉です。おかげさまで危機を脱することができました。本当にありがとうございます。ははは、私の取り柄はこれくらいしかありませんからね。お役に立てたなら幸いです。この人は果たして陽子か轟さんか、キャラが濃すぎてまるでわかりませんね。何か質問でもして様子を探りましょうか。マイケルさん、少々お尋ねしてもいいでしょうか。 OK。ご職業は。なぜこの美術館に。筋トレメニュー教えてください。これ聞きたい、これ聞きたいけど。そっか、ご職業はこれでわかるかな。聞いてみるか。あ、そっか、バカ、宇宙飛行士って書いてた。宇宙飛行士をやってます。宇宙服ってすごく高いですよ。生命維持装置も含めて1000万ドルくらいするのです。宇宙飛行士ですか。なんとエリート中のエリートではないですか。一体なぜ宇宙飛行士になろうと。無重力空間でポヨンポヨンしたかったです。だって面白そうじゃないですか。ポヨンポヨン、はは。陽気なおっちゃんやな。確かにしてみたいですけど、それだけの理由で宇宙飛行士に。倍率500以上の難関をそのためだけに挑んだと。イエス、しっかり勉強して挑みました。努力が報われるっていいですね。この人はまるでまるでノイズですね。私の思考をかき乱す。考えれば考えるほど、ドツボにはめていく役。あまり深く考えない方がいい、良さそうです。それではそろそろ戻りましょう。元気な姿を見せて安心させるです。やばい、何も情報が得られなかった。ということで今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ダバイチー。